ブラウンシュバイクリューネブルク選定工領、または、ハノーファー選定工領は、新生ローマ帝国の9番目の選定工が利用する、両方である。1692年にブラウンシュバイクカレンベルク、工領を母体として成立し、1708年に、帝国議会によって、正式に承認された、選定工家は、ベルフ家の公営のブラウンシュバイクリューネブルク家の一、支流である。 ハノーファー家である。ブラウンシュバイクリューネブルク公領は、相続によって、分割と集合を繰り返していた。カレンベルク公は、相続によって、ボルフェンビューテル公領を除く、ブラウンシュバイクリューネブルク諸公領を統合した。後に、カレンベルク公家は、グレートブリテン王位を相続し、それ以降ハノーファー家と呼ばれる。なお、ボルフェンビューテル公領は1815年以降は、 ブラウンシュバイク公国を称し、ドイツ革命まで存続した。選定公が1714年にグレートブリテン王に即位したことにより、ハノーファー選定公領とイギリスは同訓連合となった。その結果、イギリスは望まなかったにもかかわらず、ドイツにおける領土と関わりを持つこととなった。しかし、同訓連合であるが、ハノーファーはイギリスから独立した政府を有していた。 1807年には、ナポレオン・ボナパルトによって成立した、ベスト・ファーレン王国に併合されたが、1814年に、ハノーファー王国として、再び成立した。1692年、新聖ローマ皇帝レオポルト一世は、大同盟戦争の先行により、ブラウンシュバイク・リューネブルク家のカレンベルク公エルンスト・アウグストを選定公の地位を与えた。 選定校の追加には反対もあり、選定校の地位が帝国議会によって正式に承認されるのはエルンスト・アウグスト死後の1708年だった。カレンベルク校領の首都ハノーファーは選定校領の別称となったが、正式にはカーファース・テンテム・ブラウンシュバイク・ルナブルクの名称を使用した。1720年時点のブラウンシュバイク・リューネブルク公国と ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル校領の地図。選定校、ゲオルク・ルート・ビヒは、ザクセン・ラウエンブルクとブレーメンフェルデンを、ゲオルク・アウグストは1731年にラント、ハーデルンを、ゲオルク・三世は1803年に、オスナ・ブリュック主教領を獲得した。選定校領は、現北ドイツのニーダーザクセン州の大部分を占めていた。 1692年に選定校となった時点では、ブラウンシュバイク・リューネブルク諸校寮の内カレンベルク、校寮をはじめゲッティンゲン校寮、グルベンハーゲン校寮を領土としたほか、ディープホルツ博寮とホーヤ博寮も選定校寮に、含まれた。1705年、おじであり、ー都でもあったリューネブルク校、ゲオルク・ビルヘルムが死去したことにより、選定校、 ゲオルクルートビヒは、リューネブルク公領とザクセンラウエンブルク公国を、相続した。1715年には、デンマークノルウェー王をフレデリク4世から、ブレーメンフェルデン公国を購入。これにより、内陸国であった、選定公領が北海への出口を得た。1700年、選定公領には改良歴が導入された。改良歴は、プロテスタント側が、 ローマ教皇グレゴリウス13世の名前を避けるための呼び名であった。導入の結果、ユリウス歴2月18日の後を、グレゴリオ歴3月1日が続いた。1714年、ゲオルクルートビヒがグレートブリテン王に即位したため、先帝公領とグレートブリテン王国が同訓連合を組んだ。1719年に、元スウェーデン領のブレーメント・フェルデンを 実質的に購入したことにより、選定校のドイツにおける領土も拡大した。ゲオルク・ルートビヒは1727年に死去、息子のゲオルク・アウグストが後を継いだ。1728年、皇帝カール6世は、ゲオルク・アウグストにザクセン・ラウエンブルクを正式に与える代わりに、封建制での義務を課した。ゲオルク・アウグストは1731年には、ハーベルンも獲得した。 ハーデルンはザクセン・ラウエンブルクの飛び地であり、ゲオルク・アウグストは、ハーデルンを隣のブレーメン・フェルデンに併合した。しかし、カール6世の許可を得ることは難航し、ブレーメン公国とフェルデン公国のゲオルク2世への割譲の承認は1733年までずれ込んだ。 ゲオルク・アウグストは1728年と1733年の承認で400年間の伝統である盗賊の維持を誓った。カール6世死後のオーストリアの継承問題ではフランスの勢力の慎重を危惧しゲオルク・アウグストはマリア・テレジアを支持した。同時にフランスからの剪定工領の防衛のためにヘッセンやデンマークからの傭兵をハノーファーに駐留させている。 しかし、オーストリア継承戦争開戦後は、隣国プロイセンを刺激するのを恐れ、マリア・テレジアに、シュレージェンを諦め、フリードリヒ二世との和平を結ぶことを勧め、1742年の皇帝選挙では、バイエルン公カール・アルブレヒトに投票した。1743年には、ゲオルク・アウグストは自ら、ハノーファー・イギリス・オーストリア・オランダ・ヘッセンの連合軍を率いて、 デッティンゲンの戦いで、フランス軍と戦い、勝利している。これらのオーストリア継承戦争中の、ゲオルク・アウグストの行動は、ハノーファーの安定のみを考え、イギリスの国益を軽視しているとして、イギリスの市民たちの不況を買った。選定公領の首都ハノーファーにおいて、ハノーファース密院は選定公が、同訓連合で治めていた。 帝国盗賊を統治するために内閣を組織したが、選定校は統治したほとんどの期間にイギリスに滞在した。選定校との直接的な連絡は、ロンドンのセントジェームズ宮殿にあるドイツ事務局を通して行われた。北米植民地戦争の一つであるフレンチ・インディアン戦争の最中、イギリスはフランスによるハノーファー侵攻を憂慮した。ゲオルク・アウグストは、 プロイセンのフリードリヒ2世と花草、花房広市同盟を組み、北米での戦争を、大陸ヨーロッパの7年戦争と連動させた。1757年夏、フランスがハノーファーに進行、ゲオルク・アウグストの息子カンバーランド皇王、ウィリアム・オーガスタス率いるイギリスハノーファー連合軍を、ハステンベックの戦いで破って、ブレーメンフェルデンまで追い込み、9月18日の、 クローステル・ツェーベン協定で降伏させた。しかし、ゲオルク・アウグストは、協定を承認せずに戦い続け、プロイセン、ヘッセン・カッセル・ホ白領や、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル・コ領の援軍の助力を借りて、フランスの占領軍を追い出した。1777年には、プファルツとバイエルンのビッテルスバッハ家が統合された、ことにより、ベスト・ファーレン条約の規定に基づいて、 プファルツ選定校の選定権が消滅した。これにより、ブラウニシュバイクリューネブルク選定校の序列は8位となり、選定校くらいに付随する、宮中職が帝国騎首長から内イド長官へと変更された。ハノーファーは、その後、戦争終結までほとんど戦争の影響を受けなかった。戦後は、フランス革命戦争の勃発まで平和が続いた。 第一次退仏大同盟では、イギリスとハノーファーが参加したが、フランス第一共和制は、多くの戦線で戦わなければならず、時には、自国領で戦ったため、ハノーファー領への影響はなかった。しかし、ハノーファーでは、兵士1万6000が徴兵され、イギリス軍の指揮下で、低地諸国の退仏戦闘で戦った。1795年、 ハノーファーを含む新生ローマ帝国は中立を宣言したが、フランスとの平和交渉は1799年に失敗した。プロイセンは1795年のバーゼルの和訳で大仏戦争を終結させたが、マインガより北、ハノーファー、ブレーメンフェルデン、ザクセンラウエンブルクを含む新生ローマ帝国領の中立を保障した。ハノーファーも 武装中立の保障のために、教会軍への兵士の提供を余儀なくされた。第二次大仏大同盟において、ナポレオン・ボナパルトはプロイセンに、イギリスの大陸ヨーロッパ領を占領するよう促した。1801年、プロイセン軍24000は、ハノーファーに侵攻し、侵攻を全く予想しなかったハノーファーは抵抗せずに、降伏した。4月、プロイセン軍は、 ブレーメンフェルデンの首都、シュターデに到着、10月まで、そこに泊まった。イギリスは初めプロイセンの進行を無視したが、プロイセンが、新仏の武装中立同盟に参加すると、イギリスは、プロイセンの船を打破し始めた。1801年のコペンハーゲンの海戦の後、同盟は解体し、プロイセンは軍を撤退させた。1803年2月25日の、 帝国代表者会議主要決議により、先帝国はオスナブリュック司教領を獲得した。オスナブリュック司教は1662年以降、2代ごとにハノーファー家出身の人物が就任していた。イギリスが今度は同盟国を持たずに、フランスに戦線を布告すると、フランス軍は5月26日にハノーファーに侵攻した。7月5日のアルトレンブルク協定により、 ハノーファーは敗北を認めて軍を解体され軍馬や弾薬はフランスに引き渡された。ハノーファー数密院はエルベ川右岸にあるザクセンラウエンブルクに逃亡したがフランス軍は直後にザクセンラウエンブルクも占領した。1805年秋第三次大仏大同盟が結成されるとフランスのハノーファー占領軍はオーストリア帝国と戦うために ハノーファーから離れた。イギリス、スウェーデン、ロシアの連合軍は、ハノーファーを占領するが、12月に、フランス第一帝政がハノーファーをプロイセンに割譲。プロイセンは1806年初に、ハノーファーを占領した。1807年のティルジット条約の後、ナポレオンの弟、ジェローム・ボナパルトを王とするベスト・ファーレン王国が、成立した。ベスト・ファーレン王国の領土は、 ヘッセン選定工領、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル工領、プロイセン領を含む。1810年初、ハノーファー・ホンドとブレーメンフェルデンは、ベスト・ファーレン王国に併合された。大陸封鎖令を実施するために、フランス帝国は1810年末に、大陸ヨーロッパの北海沿岸を、デンマークの隣まで併合した。またブレーメンフェルデン、 ザクセン・ラウエンブルクなど船が通れる川近くの領土も併合した。しかし、ゲオルク・三世の政府はフランスによる併合を認めなかった。ゲオルク・三世はこの時期を通してフランスと戦争状態にあり、ハノー・ファー政府はロンドンで政務を継続した。ハノー・ファースミツ密院は独自に外交を続け、オーストリア帝国とプロイセン王国とのつながりを持っていた。 ハノーファー軍は解体されたが、多くの士官と兵士はイギリスに向かい、国王のドイツ人軍団を結成した。この軍団は、ナポレオン戦争を通して反ン側で戦った、唯一のドイツ人軍団である。フランスの支配は1813年10月に、ロシア軍が侵攻してきたことで終わった。直後、 ライプツヒデの諸国民の戦いによりナポレオンの衛星国ベストファーレン王国、ひいてはライン同盟全体が消滅し、ハノーファー家の統治が復活した。選定綱領はハノーファー王国になり、1814年のウィーン会議で確認された。カール4世の金印直書の規定により、選定綱領は不可分と定められていた。すなわち、領土の拡張はできるが、 領土を分割相続することは禁止されていた。これは、ブラウンシュバイクリューネブルクで、多くの広告が成立した結果をもたらした、分割相続の伝統と相反するものであった。継承は、男子長子相続性を取ったが、当時ブラウンシュバイクリューネブルク家が採用した、サリカ法に反するルールであったため、この変更は、帝国の承認を必要とした。 継承法の変更は1692年、皇帝レオポルト一世によって承認された。新生ローマ帝国は1806年に解散されたが、ゲオルク三世の政府は解散が最終決定であるとは考えず、1814年まで、選定校とブラウンシュバイクリューネブルク校を称した。ありがとうございます。